おはようございます。おはようございます。佐藤さん、乱入 YouTuber のトラオちゃんです。今日はですね、こちらのですね、健康ライフ佐藤亀のフットルースですね、はい、こちらをご紹介します、はい、こちらは体の基本作りには必要なアイテムです。スケートが座ってですね、授業中に昔ですね、はい、貧乏ゆすりしてる方いたじゃないですか、はい、これは科学的に足のですね、付け根あたりをですね、こう揺らすことによって副交感神経が上がり、代謝が上がり、血流の循環が良くなり、体温が1度から2度上がり、免疫力アップにつながるんです、全身ですね、血流が流れてますから、足のつま先の方ですね、はい、このフットルースを使っていただいて、1日ですね、はい、5分から10分まあ、テレビを見ていてゆっくりしてる時にこういう感じで、そんなに向きになって足をこういう自転車を越えてるように動かす必要が全くないんです。なるほど。まあ、映画を見ながら、ドラマを見ながらとか、はい、まあ、あとは奥さんとか家族と喋りながらとか、リラックスした感じでこれ5分から10分、はい、足踏みを始めていただくと。なるほど、そこが重要なんですね。そこが重要です。なるほど、なるほど。あと無理せず、これは毎日やることで脳も活性化されていいんですよ、はい、まあ、心の健康にもなりますよね。やっぱりですね、脳と心と体っていうのは一体化されてまして、はい、やっぱり心も健康でいたいです。よくウォーキングっていうんじゃないですか、はい、ウォーキングっていうのは太陽を浴びながら、はい、まあ、15分から20分ぐらい、はい、散歩してもらうと、こちら同じ効果がこの足踏みで、だいたい5回10分やと何分かで1000と2000歩とかなんですよ。そうすると非常にウォーキングしような感じで、なかなか外に出れない方とかですね、はい、で今寒いですし、小学受験、中学受験、高校受験、大学受験と受験シーズン、これ息子さんとか娘さんとかも、はい、これ勉強とかですね、しながら足踏みをしてもらいますと脳にもいいということが科学的にお医者さんが立証してます、はい、なるほど。記憶力アップ、で風邪もひかず、はい、受験に臨めると、はい、ということで、こちらはですね、はい、どこに売ってるかと言いますと、はい、日本の魅力度ランキング、はい、48位から急浮上中の41位の栃木県、世界遺産がある日光東照宮から40キロ、はい、東の方に来た、はい、栃木県のど真ん中の宇都宮市にあります、はい、会社名を教えてください。会社名はですね、佐藤カメラ株式会社、お店が栃木県内に9店舗あります、はい、でこちらを買える場所が、はい、佐藤カメラオンラインショップの中に、佐藤カメで、Google を検索していただきますと、はい、佐藤カメラのホームページが出てきます、はい、ホームページ入ってもらいますとオンラインショップがありますので、はい、そちらでこの健康足踏みを、はい、カートの方もご用意しておりますので、はい、ぜひとも、はい、気になるお値段は、長生きしたいですね、100歳まで。そうですね。ということでこちらが、はい、消費税込みの送料込みの2万円です。2万円、はい、はい、計算してください。1年間でいくらですか。1800円くらいですね。サブスク安いもんじゃないですか。安いですね。1800円で体が健康でやるってことは、はい、まあ、ちょっとお出かけしてご飯食べたら終わっちゃうぐらいのお金で、そうですね、長生きできる秘訣を編み出せるんですよ、はい、これあれですか、メンテナンスとかめんどくさいんじゃないですか。全くメンテナンスはありませんね。あ、メンテナンスなし。ないです。腰を壊れちゃうんじゃないですか、すぐ。ゆっくりと足を乗せていただいて、はい、こんな感じですね。そうです、そんなに無理しなくていいんです。これじゃ壊れないですね。揺らぎ効果と言います。ああ、揺らぎ効果で大丈夫です。はい、万が一ちょっと壊れた場合にはメンテナンスの方もさせていただきますので安心してください。じゃあ佐藤ちゃん、ありがとうございました、はい、じゃあ今回ですね、この足踏み健康器、はい、注文してからどのぐらい届くんですか。お答えいただいてから個別でダイレクトメッセージで連絡しまして、はい、在庫ある場合には、はい、北海道、はい、沖縄以外は、はい、大体から3日ぐらいで、2日から3日お送りさせていただきますので、はい、これは自分で使うのもいいし、はい、あとはですね、大切な方に贈り物、あとは、お母さんのお父さんとかにもプレゼントになりますので、はい、いや、喜ばれます。あとは家族が、まあ、感染対策をもとに集まった時に、はい、つろぎながら順番で、はい、5分10分、はい、こちらのフットルースサーキットをやっていただければ、弾丸サーキットですね。そうですね、はい、税込み2万円です。あら、安い。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。